はい、どうもセイリーです。ハンターハンターアリーナバトル実況の方やっていきましょう。今回ですね、今イベントが来てまして、ガチャのイベントはフェスティバル、アリーナバトルフェスティバルっていうイベントが来てて、新カードがね結構追加されてるんですよね。出現カード一覧って見てみると、SS カードが287期からは半蔵で、旅団からはパクノダで、マフィアからはベーゼですよね。この3枚の SS とで、アクションカードもね S が3枚と A が1枚、この合計4枚かな、アクションは。これが追加されているということですね。で、このガチャをね回そうかなと思ってるんですが、ただ僕ね287期のデッキをメインとして使ってるんですが、この半蔵に関してはねそんなにねいらんかなって思ってるんですよね。まあもちろんこの火力はものすごい高いんですけど、まあ能力がですね、通常ダメージが25以上になるマスに配置すれば、発動して特殊ダメージを28、与えるっていうねすごい高火力な、カードなんですが、やっぱコストがね7もかかるので、実際にまあ使いやすいかっていったらそうではないとね僕は思ってて、だからねこの半蔵狙いで回すっていうのはちょっとねうんっていう感じなんですよね。で、その反面このパクノダとかめちゃくちゃ強いので、これはえぐいですよね。あのこのキャラカードを空にして、受け止めたい思いを自分の手札に加えるで、自分の空のカードをランダムに6枚幻影旅団のキャラカードにする、これは強いですよ。盤面のカラカードをねこうキャラにするっていうことなんで、まあ、コンボダメージもものすごい取っていけるし、まあ、これはねめちゃくちゃ強いなっていう感じですね。で、ベーゼに関してもなかなか強いなと思ってて、次の相手ターン開始時、相手の手札にあるキャラカードのうち最も GP コストの低いカード以外を一ターンの間ロックする、まあ、つまり GP コストの低いカードしか出せなくなるっていうねことやと思うんですが、まあ、これもね本当にねいやらしい能力ですね。やっぱ使われた側としては本当に、結構きついかなって思うんですが、まあ本当にこの SS カードなんでね、めちゃくちゃやっぱ3枚ともいいかなと思ってます。ただ僕はこの半蔵に関してはね、まあそんなに、いらんかなっていう感じですかね。で、あとはこの A の、A ランクのカードが3枚あるんですけど、これはあれですね、特定のデッキに特殊ダメージを与えるっていうキャラカードなんで、まあ、マヒアとヨルダンと287期それぞれがありますね。僕の場合やったらこの、レイザーが欲しいかな。ゲンエルダン相手に、12の特殊ダメージ与えるので、あとこの、こっちの流星街の12もね、いいですよね。マヒアに対して12のダメージ与えるので、まあ、これは割と使いやすいかなと思ってます。で、アクションカードに関しては、まあ、これもね、めちゃくちゃ強いんですけど、ただやっぱコストが高くて、コスト6もかかるんでね、全てのアタックをプラス7にするっていう能力ですけど、この287期の合格者っていうカード、やっぱコストが高いとね、あんまりこう使えるかって言ったらそうじゃないので、そこそこって感じですかね。この幻影旅団は、これもコストは6ですが、自分の手札のカードを1枚デッキに戻す、GP コスト6以上のキャラカードを1枚引く。まあ、幻影旅団に関しては、こう、GP をどんどん上げていけるデッキなんで、まあ、そういう意味ではこのカードも使いやすいですよね、やっぱり。コストが高くても、結構序盤でガンガン上げていったら、まあ、いい感じになっていくんかなと思ってますが。で、マヒアは、コスト3のカードですね。防がれし殺意、次の相手ターン GP コスト2以下のキャラカードから通常ダメージを受けない、これは結構強いね。結構強いけど GP コスト2以下のキャラ以外があった時は無効になるので、そうか、それ見てからでも、相手は見てから判断できますもんね。まあ、2以下しかなかった場合は結構強いですよね。で、この A のカード、ジンとの記憶っていうカードは、盤面のキャラカードが自分より相手の方が多い場合は、自分の手札にあるカードを1枚捨て4枚になるようにカードを引く。まあ、つまりあれかな、このカードを使ってさらに1枚捨てて2枚引いてくるっていう感じなんかな。まあ、それやとしたら結構強いですよね。2枚引けるっていうことなんで、しかもこのコストがかからないので、やっぱりこの最初にこのカード手に入れたらいいっすよね。多分そういうことだと思うので、これは結構使いやすいかなと思ってます。なのでね、ハンターコインが今17,600あるんですが、ちょっとだけ回そうかな。10連3回だけ回しましょうか。僕そんな半蔵とかも欲しくはないんですけど、この A のカードが欲しいので、レイザーとか欲しいんで、
まあ、30で回したら1枚ぐらい出そうな気するんでね。でアクションのこれもジンの A カードも欲しいので、ちょっと回してみようかな。まだこれ回したことないので30連だけいきましょうかね。30連、ハンターコインでやりましょうか。じゃあいきます。うん、狙うはやっぱレイザーかな。パクノダも欲しいけどね、パクノダ出たらやっぱりゲンエルダン使っていこうかなと思うんで、さあ念を込めた。あー弱いね、ちょっと色が弱いがどうかな。この次の画面でレインボーになれば SS 確定ですけど、てかガチャ回すの久しぶりやな。ガチャ自体全然回してないんで最近は。さあ来い来い、おー来た、マジか、引いちゃった一発目で SS 確定。うわー来たよ。誰やこれ。あ、ベーゼやこれベーゼ引いたよ、まさかの一発目に引いた、マジっすか。ベーゼ、あーっとポックルいいね。あ、ポックル、僕この S のポックル持ってなかった、マジか。おーっと、あ、メンチや。あ、でもメンチあれやね、メンチは287期に強いカードやね。いやーちょっと惜しかったな、レイザーが良かったけどね。 A のゴン、うーんっていうかベーゼーはいいっすね。あとポックルも S 引けたんで、これ持ってなかったんでね。でヒソカのアクションカードが2枚出てきてますね。まあ割とというかめちゃめちゃいいか、 SS 引けたんでね、めちゃくちゃいいっすよね。じゃあもうあと2連いきましょうか。10連を2回いきます。あとじゃあいきますか、幸先がいいので。さあ押した、よし、いけいけ、変われ、あー青か。でもさっきも青やったけど SS 出てきたっすもんね。さあ次の画面がレインボーになればっていうところ、さあ来い来てくれ。あのジンのアクションカード欲しいな、本当にあれは欲しいですね。出ろ来い、あーやばい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 、お来た流星街、いいね。これマヒアに対してのあれですよね、強いカード。さあ出ろ、わーわー、なんかあれやな。あ、でもキルは出てるね、 S のキルは。これも結構使えるので、結構いいかな。うんうんうん、 S のキルはと旋律がなんかいっぱい出てる。あとはキルは A のキルはか。まあまあまあ、こいつが出てくれたんでね、流星街の住人、これは割といいんかな。でもマヒアね、どうなんかな、やっぱゲンエルダンが多い気するんで、僕は対戦相手にゲンエルダンがねすごい多い気するので、やっぱレイザーの方がどっちかというと欲しいですね。さあではラスト10年いきます。これでやめときます、とりあえず。レイザー出てくれ、最後、うわー来たよ紫、これは S カード確定。さあ次の画面でレインボーになればいいかな。来い来てくれ、次のこの画面でファーンって出ろ、ファーン、うわーマジかマジですか。お、いきなりアクションの S、 これ SS 確定なんで、まあやっぱもうあれですね、パクノダか半蔵か欲しいですよね。そうなるとどっちかといえばね、どっちやな、パクノダも欲しいね。さあ来い、これは皆さん落ち着いたかしら。おお、パクじゃない、これパク、あれ旋律、え、あ、そっかそっか、ピックアップ以外にも出るんか。あ、そうか、ちょっと勘違いしました。ピックアップだけが出ると思ってた。あ、これは新しいカードや。防がれし殺意。なんかマフィアのカードめっちゃ出てるし。おー、レイザー来たー来たー、レイザー来た、来ました、レイザー引きました。めっちゃ嬉しい。おー、よかった。最後にレイザー引けましたね。これはちょっと嬉しいな。あと、戦慄引きましたよ、SS。おー、これマフィアの、じゃあベーゼも戦慄も引いたんで、マフィア使っていくのもありっすよね。いいカード全然持ってなかったから、マヒアに関しては全く頭になかったんですが、今回この旋律も引いてるし、さっきベーゼも引いてるし、うん、ありっちゃありやな。レイザーはとにかく、よかった。このガチャ回した意味ありましたね。ただジン欲しかったけどね、アクションカードのジン欲しかったけど、まあ今回はちょっと我慢しましょうかね。またイベント来た時にこのコインがなかったらね、嫌なんで、とりあえず今回はこんな感じで我慢しときます。では一発だけね、ランクマッチ行ってね、終わろうかと思います。で、3月に入ったんで、このあれですよね、リセットされるんですよね、シーズンが。で、僕は2つ星ハンターの3つ目の半分ぐらいまで上がったんですけど、そこからこうまたリセットされてるっていう感じ。まあカードも変わらず287でやってます。なんで1回行きましょうか、ランクバトル1回行って終わりましょうかね。さあ来ましたよ、リンネさん先生、僕先行ですね、クラピカの、絆キャラなんで、マヒア使ってるんかな。まあでも僕もね、287機使いながらフェイタンの絆キャラなんで、あんま関係ないですよね、それは。うん、これはいい感じかな、最初のカードはいい感じですね。
さあポンズで、とりあえずゴン上げましょうか。ゴン上げて、でやっぱね先制がね僕ちょっと苦手で、置き方がねあんまり定石とかもあんま分かってなくて、先制やと結構勝率悪いんですよね。さあ相手は何かな、まだこれなこの段階だとデッキ分からないですね。このカードはあれなんでフリーカードなんで、東堂出してきましたね。そしたらここはやっぱレオリオかな。レオリオで、うん、あこれねこのトガリですけど、これ結構強いんですよね。フリーカードでコスト2で1枚ひっくり返した時特殊ダメージ4与えるっていうカードなんで、割とこいつがね使えるんですよね。僕これ入れてるんですけどね、トガリ。あ287機ですね、向こうの人もポンズ出してきた。次どこ置こうかね。これやっぱ上がね定石って言われてるんですけど、ここただね最近ここに置くのがあんま良くないかなって僕思ってて、最近はねここの下に置いてるんですよね。うん、上に置くと3枚返しされる場面が多くて、でやっぱこの特に相手287機なんで、まあ序盤で3枚返しとかされて一気にこうね勝負かけられるとしんどくなる時あるので、だからまあ最近はこの下に置いてます。先行の場合この場面やとこのここに置いてます。キルが15溜まってるっすね。あそこに来たか。これはどうしようかね、コンボ狙っていくなの行くべきなのか、それとも上にもう一回返していくのかっていうとこかな。何来るかな。おネテロ引きましたよ。そしたらとりあえずこれトガリであれですねダメージ与えとこうかな。どうしようかね。一旦ダメージ与えておきましょう。ここでコンボプラストガリの特殊ダメージ、このキル置きたいんですけどね、これ2枚返ししないと能力発動しないんでね。ネテロがあと2でコストたまるのでネテロで決めていきたいけど、ただ向こうも287機なんでね安心できないですよね。ポンズ出してきて9で15取ったら、残り38か。まだ早いね、まだ仕掛けるの早いね。まあレオリオか。これはまあ普通にあれかな、角取っていきますかね。角か、まあここでもいいかな、ここでもいいかな、ここに行っとこう。ここ置いた理由は今このここに置かれると3枚返しされるんで、まあそれを潰すっていう感じなんですけど、あちゃうわ、ここ置いてもあかんか。うわ勘違いしてました。うわーこれやったな。3枚返し来たら結構きついですよねこの場面やと。もう僕65しかないんで HP が、ちょっと勘違いしてました。普通に角取ってもよかったかな今のやったら。そうそうこれで3枚返しされるともう多分次のターンで返してもやばいんですよね。ここかといってこれ返さないと確実にやられるので、僕40しかないけど HP 次でも倒される可能性が全然あるのでね。でとりあえずキルでここ能力発動できるので、言っとくんですが、もうこれ返さないやばいので返しますが、で次耐えたら勝てるんですけどね、ネテロ使えるから。ただこの40の HP っていうのはもう向こう相手が287なんで負ける可能性が高いな。もう SS も持ってたら負けっすもんね普通に。あーやっぱ持ってるかーゴンですよね。じゃなかったらこんなとこ置いてこないもんね。まあこれはそうですね、そのやっぱこの前のターンに仕掛けとかないと厳しかったですね。相手が287機なんで、まあ、こういう負け方もねめちゃくちゃありますね。はい、では今回は負けてしまいましたけどね、またアリバトやっていくのでよかったらまた配信の方も見てください。では今回はこんな感じで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。